ここにですね、ボルトとそれからナットがあります。このナットをですね、ボルトにまず締めます。こうやって回してですね、ナットを締めていきます。はい、締めました。それではこのナットをですね、ボルトから外したいと思います。そうするとですね、まあこれこうやって外すとくるくる回していきますので、かなり時間がかかります。誰がやってもですね、それなりに時間がかかります。はい、外れました。ではですね、もう一度やってみたいと思います。ナットをまたはめます。くるくる回していってですね、ナットをはめていきます。そうしたら今度ナットを今度外します。今度はこれで瞬間に外します。せーの、ツッ、外れました。このマジックではこのボルトが1本、それとですね、ナット、これに適合した、これのボルトにマッチしたナットですね、用意します。こんな感じで回すことができます。それともう一つですね、実はこのこれよりも一回り大きなナットも用意します。このナットはですね、一回り大きいので、溝に沿わなくてもですね、パッと入ってきます。外すことも簡単です。パッと外せます。で、このナットをですね、まず右手に隠し持ちます。そして、このボルトとマッチしたナットを回して入れていきます。こんな感じですね。回して入れる。まあ、それなりに時間がかかるんでね。入れていきます。そして、当然これ外すときですね。外すときも、こういうふうに回していきますので、結構時間がかかります。誰がやってもですね、すぐに外れません。それなりに時間がかかります。そして、外れましたら、手の中でさっきの大きなナットと入れ替えます。お客さんに気づかれないように小さなナットと大きなナットを入れ替えます。そして今度はですね、大きなナットをここにはめます。で、まあこれは簡単にですね、別に溝に沿わなくてもこんな感じで入れることができるんですけど、そうしないでいかにもですね、溝に沿って入れてるんだということで、回してるんだということで、こうして回していきます。ですので、できるだけゆっくりと回します。できるだけさっきと同じですね。さっきのマッチしたナットと同じぐらいの速度で入れていきます。そして中ほどまで入れましたら、今度はこれを回すんじゃなくて、引き抜く形で作ってみます。するとお客さんでですね、お客さんにはナットが瞬間に
ボルトから外れたように見えるわけです。ナットの大きさはですね、比べると、大きさが違うことが歴然としてるんですけども、手の中ですり替えちゃいますとですね、案外お客さんには気づかないものです。ですので、お客さんは最初と同じナットで回して外したんだというふうに見えるわけです。実に簡単なマジックですが、お客さんには不思議に見えると思いますので、ぜひトライしてみてください。ご視聴ありがとうございます。もしまだチャンネル登録がお済みでない場合には、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。